はようございます。ただいまより平成28年12月武雄市議会定例会を開会いたします。これより直ちに本日の会議を開きます。市長から提出されました第85号議案から第95号議案までの11議案を一括上程いたします。日程第一、会期の決定を議題といたします。本定例会の会期等に関し議会運営委員会に諮問をいたしておりましたので議会運営委員長の答申を求めます。松尾初明議会運営委員長。皆さんおはようございます。平成、28年12月武雄、市議会定例会の招集に基づきまして議長から諮問がありましたので12月2日 議会運営委員会を開催し協議しました結果についてご報告申し上げます。議長から諮問がありました事項は第一、会期、および会期日程について。第二、不義事件の、審査 順序および、委員会付託の要否について。第三、決算審査特別委員会の報告について。第4、一般質問の、質問順位について。以上4項目でございます。本定例会において審議すべき、議案等はただいま議長から上程になりました。条例議案6件、予算議案5件、計11件でございます。なお追加議案につきまして、として、人事案件1件が予定されております。また9月定例会において閉会中の継続審査に付されておりました一般会計及び特別会計等決算認定議案について、一般会計決算特別審査特別委員長、特別会計会計等決算審査特別委員長からそれぞれ審議の終了の報告があり議長宛に提出されており、議案審議に先立ち報告させていただくこととしております。次に議案の審議順序及び委員会付託の要否についてでございます。第91号議案、平成28年度、武雄市一般会計補正予算括弧第9回につきまして、所管の常任委員会の付託、分割して付託、その他の議案につきましては所管の常任委員会に付託することとし、議案番号順に審議を行うことを決定いたしました。次に一般質問でございます。15名の議員から48項目の通告がなされており、抽選結果はお手元の配布のとおりです。12日から15日まで実質 4日間の日程とし、質問順位は抽選番号順に12日から14日まで3日間4名、15日は3名といたしております。いずれも午前9時開会とすることを決定しております。質問時間につきましては答弁を含め60分であります。以上のことを考慮し検討しました結果、会期は本日5日から22日まで18日間が適当である旨決定いたしました。なお日程の詳細についてはお手元の配布のとおりです。以上、答申は以上であります。お分かりいたします。会期の決定につきましてはただいまの議会運営委員長の答申のとおり、本日5日から12月22日までの18日間と決定をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日5日から12月22日までの18日間と決定することに決定いたしました。日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は武雄市議会会議規則第88条の規定により14番山崎議員、17番吉原議員、20番牟田議員の以上3名を指名いたします。日程第3、議長の小報告を申し上げます。議長の小報告はお手元に配布しております文書をもって報告に変えさせていただきます。日程第4、市長の提案事項に関する説明を求めます。小松市長。おはようございます。私より提案事項を述べさせていただきます。まず行財政改革についてであります。地方交付税の削減、社会保障費の増大等によるこれからの厳しい財政状況に対応するため、行政サービスの最適化、組織と人、財政基盤の強化を柱に第3次 行政改革プランを今後策定いたします。単に削るのではなくメリハリをつける、
さらにこれまでになかった組み合わせによる新たな価値の創造や民間や地域との連携、そして稼ぐ自治体を常に念頭に置き、皆様のご意見も伺いながら策定を進めてまいります。また市内の多くの公共施設が建設後30年から40年を経過し老朽化が進んでおります。一方で全ての施設を更新維持管理していくために必要な財源を確保することは困難であります。市民の皆様のニーズに合った施設数量の適正化や複合化、多機能化を図り、計画的な保全による長寿命化など安全性を確保しつつ、全体として更新費用、管理費用を適正化するため公共施設等総合管理計画を策定いたします。少子化と人口減少を克服し、今を生きる私たちが子どもや孫の世代に何を残し何を作るべきか、将来にわたり活力ある地域を維持していくためさらなる行財政改革を推進してまいります。次に組織再編についてであります。市長就任以来約2年間、教育改革、健康寿命延伸等さまざまな施策を展開してまいりました。今後さらに基本政策の3本柱、教育改革、子育て支援、にぎわい創出、活力アップ、暮らしと生きがい、健康づくりを確実に進めるため組織再編議案を今議会に提出しております。今回の組織再編議案では市民の皆様のさらなる福祉向上を図っていくため福祉部の新設を提案いたしております。私が考える福祉とは、子どもから高齢者まで障害のある人ない人も、市民の皆様一人一人が自分らしく幸せに生きることであります。誰もが安心してさらには健康で幸せに暮らせる地域づくりを市民や社会福祉団体の皆様、議会の皆様と一緒になってさらに進めてまいります。また武雄市町人仕事創生総合戦略、もっと輝くスター戦略の実現の指標である市民所得の 10% 向上のため、営業部内に商工課を設置し、雇用のさらなる創出や地元事業者が連携した産業振興、企業支援などに取り組んでまいりたいと考えております。教育についてであります。政府が子どもの貧困対策大綱を策定し2年、この問題は全国的な社会問題として日々取り沙汰されるようになりました。11月17日に子どもの未来を応援する首長連合第1回総会を開催いたしました。全国の首長の皆さんも関心が高く、参加自治体は172団体まで増加、5選で私が会長を仰せつかったところであります。子どもたちの未来、町の未来に向き合っている仲間の皆さんと力を共にして、それぞれの自治体、そして日本全体で貧困の連鎖を断ち切ってまいります。昨年4月に竹内小学校と東川上小学校、今年4月からは朝日、若木、立花小学校で始まった官民一体型小学校竹尾花丸学園について、来年4月には西川上小学校、平成32年度までには市内全域で導入することが決定しました。学校や保護者をはじめとした地域の皆さん、それに花丸学習会と一体となった教育子育てを進め、飯が食える大人を育てるため、さらにいろいろな企業や団体と組みながら、地域と学校が一体となった教育環境のさらなる充実を図ってまいります。新庁舎建設についてであります。11月10日、武雄市役所新庁舎建設起工式を行いました。50年後を先取りした庁舎、市民の皆様が集える庁舎、そして安心安全の拠点として平成30年3月の完成を目指して整備を行ってまいります。また武雄競輪場も50年ぶりにリニューアルオープンしました。競輪ファンだけではなく、女性や子どもたちにとって居心地がよく楽しめる空間、外国人観光客が旅の思い出となるような空間となるよう、この場所から新しい価値を生み出してまいります。今後は武雄温泉や武雄市図書館、10月にリニューアルオープンした競輪場に加え、来年10月に開館予定の子ども図書館、再来年に完成する新庁舎、これらの連携を図り、九州新幹線西九州ルートの開業を見据え、町のにぎわいを作り出し、エリアとしての価値を高めてまいります。今後もさらに一層市民の福祉向上に努めてまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解ご協力を切にお願い申し上げ、私の提案事項説明とさせていただきます。本議会もどうぞよろしくお願いいたします。前田副市長。
おはようございます。それでは私の方から今定例会に提出しております議案についてその概要を説明申し上げます。まず条例議案でございます。来年4月からの下水道事業の地方公営企業法適用に伴う滝尾市下水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例、都市下水道条例2件の新規条例制定条例と同じく来年4月から組織機構を見直すための滝尾市部設置条例の一部を改正する条例など4件の一部改正条例を提案しております。続きまして一般会計補正予算括弧第9回の主な内容について説明します。今回の補正は事業費の確定見込みによる調整、9月補正後の補正後に生じた事由により速やかに対応すべき経由について補正をお願いしております。国の補正予算に共応して所得の低い方々への負担軽減を図るため臨時的な給付措置として臨時福祉給付金の支給に関する経費をお願いしております。それからまた保育所や高齢者施設等における防犯対策を強化するため防犯カメラ等の設置費用に対する補助金、三船が丘小学校におけるアレルギー対応食専用の調理室を増築するための設計費用、個人所有住宅の耐震診断を推進するための補正等をお願いしております。その他補正予算では3件の特別会計それと1件の公営企業会計の予算をお願いしております。以上で提案説明を終わりますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。日程第5、教育庁の教育に関する報告を求めます。浦和教育長。おはようございます。教育に関する報告を申し上げます。はじめに学校教育について申し上げます。花丸学習会と連携した官民一体型学校づくりにつきましては、三次市の地域協議会の皆様に各学校でのオープンデーや官民一体型学校づくり発表会などに参加いただき、協議会ごとの検討を重ねていただきました。その協議内容を踏まえ、西川上り小学校を平成29年4月からの指定校に決定しました。合わせて山内東小学校、山内西小学校、北方小学校を平成30年4月より、武雄小学校を平成30年10月より、三船が丘小学校を平成32年4月より指定校とすることを決定し、10月27日の指定書交付式ではそれぞれの地域協議会に対し指定書を交付いたしました。これにより平成32年度にはすべての小学校で官民一体型学校が始まることとなり、より一層地域の皆様と一体となって子どもたちを育ててまいります。次に子育てについて申し上げます。今年で4回目となる滝尾子どもフェスタ2016を10月30日、31日の2日間にわたり開催し、多くの方々が参加されました。地域の子育て支援者と子どもたちが遊びを通して学び合い、親子が共に楽しめる交流の場となりました。子どもの貧困関係では、10月下旬に小学1年生の保護者、小学5年生および中学2年生の児童生徒と保護者に、子どもの生活実態に関するアンケート調査を実施しており、今後の施策に反映したいと考えております。また11月17日に子どもの未来を応援する首長連合総会が東京で開催されたことを報告いたします。学校訪問につきましては、11月ですべての小中学校の訪問を終え、各学校における積極的な教育活動、地域との連携推進、特色ある学校づくりなどの確認、協議を行ったところであります。また各小学校において10月に新入学児童健康診断を行い、来年度入学に向けての準備を進めております。研究発表公開授業につきましては、各小中学校で計画的に行っております。11月18日には
山内西小学校において ICT 利活用教育のオープンデーを行い、その中で今年で3年目となりますプログラミング教育の授業を公開し、多くの方が参観されました。12月2日には山内東小学校でがん教育の公開授業及び講演会を実施しております。中大連では佐賀県中学校駅伝競争大会において福島武雄地区代表で出場した武雄中学校の女子が優勝し、今月17日に滋賀県で行われる全国大会に出場いたします。なお一昨日天草で九州大会がございまして13位と激走してくれております。その他、武雄中学校柔道部の男女個人及び女子団体、山内中学校のバドミントン男子個人が全国大会に出場したことを報告いたします。学校施設の整備につきましては、北方小学校の校舎大規模改造工事、山内西小学校の屋内運動場大規模改造工事、武雄北中学校の給食室改築工事、武雄小学校の校門坂工事、武雄中学校の部室改築工事を行っております。次に障害学習について申し上げます。青少年育成事業につきましては、ワンパクスクール通学合宿地域活動の日事業などを体験事業として実施しております。公民館活動では各町公民館において文化祭、ふれあい祭りなど多彩な催しが盛大に行われ、多くの参加者でにぎわいました。子ども図書館につきましては11月4日の臨時議会において建設工事請負契約についての議決をいただき着工しております。工事期間中、駐車場等ご迷惑をおかけしますが、平成29年10月のオープンに向け進めていきたいと考えております。武雄市図書館歴史旅館につきましては、古文書講座、読書会、講演会などが数多く開催されました。企画展では10月15日から12月11日まで小竹雄展を開催しております。また屋外では今年で4年目となりますイルミネーションを11月26日から行っております。スポーツ振興につきましては、第69回県民体育大会が佐賀市を中心に10月15日16日に開催され、33種目に参加いたしました。ゴルフ競技で優勝するなど検討され、総合成績は忍部では第6位となりました。今月11日には県内一周駅伝大会の選手選考会を兼ねた第12回武雄市各町対抗駅伝大会も予定されております。文化振興では宝石箱コンサートや優秀映画鑑賞会を開催し、多くの方が観覧されました。文化祭や美術展などでは市民の皆様に芸術や文化の活動を発表していただきました。秋祭りでは各種民族芸能が奉納され、物産祭りに合わせて行われた第6回武雄市伝統芸能祭りでは日頃の練習の成果を十分に発揮されました。以上、教育に関する報告をいたしました。なお、9月から11月までの3ヶ月間に実施いたしました主な行事等につきましては、列紙一覧表にお示しした通りでありますのでご覧ください。今後ともさらなるご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、教育に関する報告とさせていただきます。以上で本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。